それでは行きましょう、はい、中堅はまた先行後攻変わりまして中堅戦はクラクラチャンネル先行になります、うん、さあ誰が行くんでしょうか。はい、おっ行きました。ポメラニアンさんお願いします。はい、どうぞ。さあそれではポメラニアンさん誰を指名いたしますか。ダミーさん。おあすいませんトミーさん。アメリカから来た援軍トミー。クラクラの世界大会クラッシュコンに日本代表として出場した、今大会唯一の世界と戦った男。挑発されましたよトミーさん。来ましたね。これは挑発されたトミーさん。いやいやいや、それ取れなかったら君がダミーだよ。ちょっとうまいさあということでございまして、さあ意気込みの方はどうですか。オメラニアさん、星さんしか見えないです。おお、それはもう全開ということでございますが、トミーさん、いやこれ取れない陣なんですもう決まってるんですね。そういうのあるんですか。取れないもん。そういうのあるんだ。取れないって、これは取れない陣っていうのは、だって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 トミーの取れない陣出ました。これを取ったら本当すごいですよ。トミーの取れない陣がこちら。インフェルノタワーと巨大クロスボウがまとまって配置されているため、フリーズに弱く、エアスイーパーが0時と3時向きのため6時方向からは攻めやすい。空での全開難易度がかなり低い陣形。これまあ見た時に、はい、めちゃくちゃ思ったのが、はい、昔の陣じゃねえかっていう。今時インフェルノを壁に挟んで置くっていうのが、はい、11ではありえない。ありえない。トミーの陣を嘲笑いながらありえないと語る男は、この村を簡単に全開してしまうのか。クラちゃん最強の矛、ホメラニアンの攻撃。レディーバーサス。さあ中堅戦クラクラチャンネルホメラニアンさんの攻めなんですが、ホメラニアンさん珍しい攻めが得意というところなんですが、はい、なんとクラクラチャンネルで攻撃最強守備ザルという称号を受けている。そうなんですよ、本当そうなんですよね。なんと別名クラチャン最強の矛が、なんと星3つ取れない陣をしっかり取り切るのかというところなんですが、ネルさんいかがですか。はい、おそらくね本当に最強の矛なんでね、取っていただけるんじゃないかなと見てます。さあこれアースクエイクを使用してこちら壁を割り切ります。これで中へのプラン見えましたか。そうですね、これは食い火でいくんでしょうかね。さあここ外の大工の小屋をしっかりとアーチャーを使って勝ちます。さあここでヘイストモン呪文を使用したエアバレンがしっかりとトラップの解除を行います。しかしこれ釣れたんちょっと少ないですかね。さあ大砲を落としきれることはできない。これはちょっと手痛いやが、さあここで泣きなしの一体。さあこれはしっかりと落としきりました。落下ダメージを駆使しての大砲破壊になりますね。この間にプラ、さあボーラーでこちら迫撃砲の破壊ですか。これ陸ですね、空ではないですね。メインは、まあ、まだヒーラー4体残してというのは、ここで食い火を使用するのかっていうところが気になるところなんですが、ボーラー16体入れた編成で、そうですね。さあこれボーラーを一気に投入、半分出してきましたか。さあそこでグランドウォーデンのライフオーラの範囲に入るようにボーラーを展開しました。ヒーラー出してますね、どこで出すんでしょうね。さあヒーラー温存の形で、さあボーラーすぐで出し切った。さあこれヒーラーをボーラーにつける形を取りました。これによってボーラーの16体の進軍が始まります。さあポイズンの呪文を使用して援軍処理、これはラバーハンド入ってないと想定しての。さあレターラルトーナが発動、ここ無傷で中を壊しきる。さあここのうちにボーラーが中へと進軍しています。その間にアーチャークイーンが、これ無傷ですか。無傷ですね、まだ全然無傷ですね。さらにインベルターを全て壊し切ったところでフリーズの呪文を使用。これはちょっと無駄なフリーズですか。無駄なフリーズでしたね。ちょっともったいないフリーズですが、安全を取ってのことでしょうか。しかしこれでボーラーが多くの子たちがもう6割削れていると。すごいですね。残る防衛、対地防衛施設はアーチャータワーと迫撃砲、大砲の3種類ですね。さあここでアーチャークイーン、ここはロイヤルクロック使用してなかったんですが、まだボーラーが残っているというところで、なんかこれベビードラゴン残ってますか。そうですね、あとヒーラーも残ってますんでね。さあボーラーあと時間との戦いになるんではないでしょうか。グランドオーデンと一緒に外周の破壊に移ってますが、あらこれは残り1分、ヒーラーが1体残ってことで、ね、ヒットポイントは若干もう満タンですね。ボーラー自体はですね、
さあこの後でしっかりと資源施設を壊しながら順々とゼロ時の方向に向かっていきたいんですが、これ厄介なのが3時の方向に置いてある対空砲ですかね。そうですね、ここを壊しきれるかどうかですね。さあ残り40秒切りました。さあこれまでベリードラゴンも生きていますが、これは時間がちょっと厳しいか。はい、ホメラニアさんはあの、ま、前回の大会でもですね、あのこういうボンミスを されてるんですよね。さあこのボンミスが痛いのか。さあこれベビードが倒れてしまった。しかしその時にボーラーが外周の破壊をして、あとは待つのみ。さあ残り23秒9割超えますか。やはりこの対空砲がいやらしい。さあ対空砲残り1つとなりました。防衛施設は対砲のみとなります。おお、あとは時間との戦い。さあ残り10秒でこちら届くか。対空砲はあーっとマイトラップで最後のボーラが飛んでしまった。グランドオーデンが攻撃でごめんなさい、ラボを破壊しますか。さあ中継戦ホメラニアの攻めはクラチャンネル、ホメラニアの攻めは星出発の 95% 獲得となります。はい、ちょっと悔しがっておりますが、ホメラニアさんごめんなさいとしか言わないです。取れた取れたやつだったので、はい、これやっぱりでも絶対に取れない取れない陣取れない陣だったんですけど、最初にトミーさんが魔物が住んでるって言ってたんですけど、まさにその通りになっちゃいました。あーマジっすか。さあトミーさん最初に取れないっていう魔法をかけたんです。はいそれが今発動したんですね。発動したんですね。それでは今のプレイをもう一度見てみよう。まずはアースクエイクを使用し中央まで攻め入るための道を確保。その後大量のボーラーとバーバリアンキングにヒーラーとグランドオーデンをつけ、ユニットが固まったところでエターナルトームを発動。援軍をものともせず無敵の状態で一気に中央まで突破。ここまで順調な進撃を見せたが、この後打ったフリーズの範囲内に全く防衛施設がないというイージーミスを犯してしまうことに。中の入りは非常にうまかったんですけども、うまかったですね。インフェルノタワーのね、マジのね受けてはまあフリーズを打ったんですが、です、ね、あれはちょっともったいなかった。もったいなかったですね。あれがあればあの星3つが無理って言われた陣を星3つ取っていた。そうですね。さらにこの後もう一つ致命的な失敗が。さあここでちょっと落ちた。ここはロイヤルクローク使用してなかった。ロイヤルクロークをまだ使っていない状態でアーチャークイーンがダウン。最強の矛が立てた豪快な全開プランだったのだが、2つのイージーミスが致命傷となり全開はならず。